はい、どうもー。はい、楽しむしご飯の時間です。今日はね、こちらでございます。イワシの調子にでございます。はい、味噌汁もちもちご飯いただきます。こうですね、ちょっとお茶を、入れすぎて混ぜれない、薄い、混ぜてないから薄いです。いきます。待たせちて、お願いします。あざす、ありがとうございます。キャベツね、野菜。私の調子になんですけど、調子にってどういうのが調子になんですかね。調子の醤油を使っている、そういうことか。僕の予想ではだと思います。うん、もう食っか。
もしれない。こう見えてこれ贅沢ですよ、今日のご飯。キャベツと前西先生とこのイワシ合うわ。アーモンドをおかずにご飯食べるってなんか不思議な気がしますけどね。美味しいです。調子、あ、イワシの調子に今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、願望はチャード。
車で乗りながらぐる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 回って見ていただいたイルミネーションサンバレーリゾートさんです。でトンネルちょっとくぐりたもちろんあれですよ、あの勝手にやってるわけじゃないですからね、あの撮影の許可というかこうこっちに来てもいいよってお話をいただいてで撮影させていただいてます。どうすかトンネルの中くぐっていいですね。あっちなんかハートよ、ほらハートですよ。こっちは池なのかな、本当は今は水溜まってないですけど、きっと池になる。あ、なんだよこれ、すごいよ真ん中ほらなんか出てるよ、ほらハートとか出てますよ、ハートとかが星とかが綺麗ね。まあ、本当いろいろありますね。いろんなところある。自然からこう人工物、人工人間が作ったもの、建造物、もういろんなのある。美味しい食べ物のお店もたくさんあるしね。夜景もあるし。イルミネーションいいな。これでだからそのまだ全部点灯してる状態ではないそうですから、これからここも。イルミネーションがどんどん増えてもっとめちゃめちゃ綺麗になるということです。そしたら僕もまた見学させていただきに来ようかな、ね、きっとどの民宿とか旅館とかホテルとか泊まってもね楽しいんでしょうね。だって近くっていうかちょっと足伸ばせばさいろんなものあるんだもん。ここで横の協力でさ紹介していただけるし、いいとこっすね。暗いけどイルミネーションでした。ありがとうございました。